こんにちは、いくこさん,なんかこう心と体の土台作りまああの新しい目標が見つかってよかったですね私もねあの育子さんの動画見ながらあなんか自分には目標ないなとかね <laughs> 自分にはなんかこうやりたいことないなとかね <laughs> どんどんつまんない自分になっていくことに気づくわけなんですけどもでもこうしてね育子さんをはじめ動画を送ってくださる方とかね あの,そっかじかの塾生さんが違う人生を歩み始めたとところが私の喜びでもあるかなと思いますまあそれがね私のおかげでこうなりましたみたいに私は喧伝することは全くないんですけども、まあ、でもイコさんがこうなってねあの新しい道を歩み始める時にこうやって私の方からね、まあ、エールを送れるこのご縁とかね、うん、それからあーこう今昔に比べてもっともっとね 物質がが豊かにななっった分心がついてってないててんですよ物は確かにあると貧乏な家にも冷蔵庫あるテレビがあるそして車もみんな持ってるうんかつて憧れだったものをみんな今手にしていて最先端の機能であるスマートフォンっていうねこうやって得体の知れないものを本当にね10年前じゃ考えられないぐらいのテクノロジーが詰まったものをみんな持ってるんですよ パソコンをやったことがない人でもスマホはあるみたいなね。まあ、そういうふうな時代に私たちは一体心がついてるんだろうかとか思うわけなんですよね。まあ今スマートフォンの例を取ったんですけども、スマートフォンってのはいろんな方とコミュニケーションとったり情報を取るのにすごくいいツールなんですけども、でもね、このスマートフォンを使うことによって人が死んだりしてるんですよ。しかも相当な数です。例えばスマートフォンで自分の ことを書いてる書き込みを見るんですよね。それは有名な人じゃなくても、友達とかのクラスメイトとかの SNS で、あ、なんか自分責められてる。すごく嫌な思いしちゃった。自分生きてていいんだろうか。とかね。ちょっと有名になって何かをしようと思うと、いろんな批判コメントが目についちゃってね。でも、スマートフォンを見るたんびに心が痛くなっちゃって、何のためのスマートフォンかわかんなくなっちゃうとかね。でそれから、 性犯罪もスマートフォンを通じて行われますし人が騙されちゃったとかね嫌な思いをしちゃったなんかスマートフォンがあればあるほど人はすごく、うん、かわいそうな道に入ってきちゃうのかなとかね、うん、思うんですよねそれから例えば家族でねお食事をしてる時にスマートフォンをポチ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 やってる子供さんとかいるかもしれないどうですかね 家族がしっかり一緒に返する場所でどこの誰か知らない他者がこのスマートフォンに割り込んでくるんですよまさに家族を蹂躙するような思いだと思いますしそれに応えてしまう家族がいるというこのねなんかこう縁の薄さと言いますかね一体誰が大事で生きてるのかお互いに分かんなくなる時代ですさあこういうふうに物質が溢れていけば何も不自由ないはずなのに 何か不自由を持ち込む人がいるしかもそれはどこの誰かわからないが家族に対してそういったものが行われたりとかね実際にそこから仲が悪くなっちゃったりある人はね心を病んで死んでしまったりとか本当にあるんですよね。あの日本全国で起きている子どもたちそして大人もそうですけども不安っていうのは実は。 ここのスマートフォンが起こしているでも私はねこう思うんですよ。自分の生きる上で心や体のしっかりと基礎ができていればどんな情報や誹謗中傷にも惑わされずに自分のど真ん中を生きていけるんではないかなと思うんですよね。まあ、ですのでいきこさんのこれからの取り組みっていうのは私はそんないきこさんがこれから見れるんだなと思ったら。 なんかすすごく嬉しいですよね育子さん自身もいろんなことを吸収して素敵なこれからの人生になっていくんでしょうしえそしてそういう姿を見てね、まあ、こうちゃんや旦那さんとか私もそうですけどもね育子さんを大好きな方たちがあ郁育子さんってなんか素敵になったな輝いてるなと嬉しそうだな周りの人を幸せにしてるなっていうところでとってもいい未来が私には見えるんですよね。 いこ,さんこれから新しいい k こさん自身の人生がまた始まるんですねすごくいいじゃないですか是非ねこれからも事あるごとにレポートしていきたいと思いますんでまた話聞かせてくださいよろしかったらまたね、えー、対談などしてい k こさんの新しい魅力を引き出してみたいかなと思いますんでよろしくお願いしますそれではね心と体の土台作り頑張ってくださいいってらっしゃい